さあ今年のペナントレースもいよいよ大詰めです。東京ベランメーズと大阪ぼちぼち図の優勝をかけた一戦、好投していたベランメーズのルーキー山田、この回ついに捕まってしまいました。お、キャッチャーのゴンダーラがマウンドに向かいます。あ、山田、サインの確認だ。手をグーにしたら、あ、手を握ってしまった、すまん。手をグーにしたらカーブ、チョキはフォーク、小指を立てたら結婚してくれた。は？ゴンダーラさん、今なんと。俺はキャッチャーとして超一流になりたい。それには当主の女房役ではいけないと気づいたんだ。本当の女房にならなくて、だから結婚してくれた。あの、僕は普通に女性。いや、お前は女とは結婚できないんだ。え、なぜですか。いや、それは俺の口から。さあ試合再開だ。ねえ、ちょっと何ですか、ゴンダーラさん。ゴンダーラさん、結婚してくれのサイン出してるよ。すみません。タイム。山田、なぜなんだ。この場面にはこれしかないだろう。いや、でも勘弁してくださいよ。おっと、今度は監督がマウンドに向かいます。山田、結婚してやれ。ゴンダーラは真剣なんだ。だからこそ俺はお前を諦めたんだぞ。監督、何言ってんですか。泣く泣く目を引くわしの気持ちも分かってくれ。ちょっと待ってくださいよ。僕はそんな趣味はないし、ちゃんと女性の恋人もいるんです。だからお前は女と結婚できないんだよ。いや、あの、なんだお前、まだあの子と話しとらんかったのか。まだ早すぎると思いました。え、なぜ、ね、どうして僕は女性と結婚できないんですか。山田、結婚してやる。えー、ありがとうみんな、幸せになるからね。ああ山田、この大観衆だって本当はみんなお前と結婚したくて集まってるんだぞ。それなのにああやってゴンダーラに声援を送っとる。それは心の底からお前を愛してるからじゃないか。だろう。いやだ、なんで男ばかりが。やだよ。ねえ、なんで。いや、それは。あ、試合再開だ。はい、はい、ゴー山田。じゃあ、くそー、この野郎。あー、ルーキーの山田、めった打ちだ。なんて惨めなその姿。あー、私が守ってあげたかったな。でも、もう遅いのです。彼はゴンダーラ選手のものなのですから。もう僕は、誰か助けて。ああ、山田、うなずけ。うなずくだけで全てが丸く収まるんだ。山田、ゴンダーラさん。てぇ、